射撃状態にある M-98 迫撃砲。向かって左側のポーランド兵が保持しているのが 98mm 迫撃砲弾。98mm 迫撃砲 M-98 とはポーランド陸軍が装備している迫撃砲である。牽引状態 M-98 迫撃砲の 98mm という光景は 従来の中迫撃砲と重迫撃砲の中間に位置する前例のないものであるが、これは純粋な運用面やポーランド陸軍の戦闘協議に基づく要求ではなく、国際政治によって決められたものである。1990年11月に署名された欧州通常戦力条約において、合計100ミリメートル以上の火砲の保有数が制限されたため、 従来、ポーランド陸軍が装備していた1 2 0ト、mm、ル迫撃砲も、同条約において、保有数に制限がかかることになった。そこで9 8ト、mm、ルという口径を採用することで、同条約の規制を合法的に逃れ、保有数を気にすることなく大量配備を可能とした。運用にあたっては81、8 2ト、mm、ル迫撃砲のように分解して数人がかりで持ち運ぶことは、 不可能であり、一般的な 120mm 迫撃砲のように、牽引用のトレーラーに乗せて、弾薬と共に、車両で運搬され、中隊ごとの火力支援小隊に配備される。ありがとうございます。